ターボ乗ったんですけど、LS？ はい。うん。まあ、こっちの方がやっぱ気持ちいいです。アメリカでね。はい。あれも急速燃焼やってんだよね。はい。音うるさくなった？音そんな。エンジン音そこそこ出てましたけど。あ、もう180だ。本当だ。リミッターだ。早いっすね。これクルーズコントロールが180キロまで設定できるのがいいですよね。うん。スバルはビビって135止まりだったけど、うん、はい、やっちゃえしかしこれランフラットと思えねえな、はい、4WS だよね。そうです、 LDH 付きです。170でアンダー出せるね、はい、ぐらい切れるっていう意味で、はい、まあ、ちょうど怖くないぐらいのハンドリングってことですかね、うん、ほら、なるほど、アクセルオフしてもタックインしねえし、はい、高速周回路走って、まあ、あっという間にリミッターが働くところの180キロ行っちゃうんですけど、バンク下を170キロ、160、170キロぐらいで、かなりの横 G 出しながらアンダーステアを出せるんですね。そのぐらいフロント切っていけますから、切っても切ってもフロントから意図的にこう逃げていくんで、やっぱりリアステアが遠いんで、すごく CP 上げてフロントをこう逃がしてるような感じがするので、車速域でアンダー出るまでステアリング切って破綻しない、しかもその状態からアクセルを戻してもリバースしないというところに、まあ、4WS のリアステアのメリットがあると思いますね。ですから高速を特にヨーロッパなんかで、ドイツなんかでそのすっ飛ばしていくときに、やっぱり今ほとんどヨーロッパのハイエンドなスポーツモデルセダンが 4WS 持ってますから、まあ 4WS はもうなんか外科的に効く治療法で、四輪駆動はむしろちょっと内科的な感じのそのスタビリティを上げるような技術なんですけど、まあ、最近そういう技術が特にリアステア系が出てきたことによって、やっぱ高速の安定性がこう飛躍的に上がってるなっていうのはこのレクサス LC でも感じられましたね。出てても風はそんなに入ってこない、やっぱオープンカーってたまに気持ちいいね、
でやっぱり 種族としたら LC の方だね、うん、ああそうですね、こういうリアルスポーツというよりも、はいはい、うん、ラグジュアリースポーツクーペみたいな、うん、乗っててもやっぱ穏やかな感じがありますもん。高速周回路も、まあ、あの乗ってるとやっぱりランフラットタイヤですが、やっぱりラグジュアリーなその場の上のその動きっていうのは多少ロールピッチ持ってますから、もうガツガツのあの硬いサスペンションという感じじゃなくて、まあ そこそこしなやかに、でこのオープンボディなんで4座のオープンはボディ剛性がどうしても落ちますけど、まあ、このボディ剛性に合わせた、まあ、サスペンションチューンされてるなっていう感じがします。まあ、オープンカーとしてラグジュアリーなまあ、スポーツクーペっていうとちょうどメルセデスの S クーペのカブリオレがありますけど、まあこのボディは実はもうプラットフォーム的にはかなり古いんですけど、まあそれでも頑張ってるなっていう気がしましたね。まあフルオプションでこの車今2400万円ぐらいなんですけど、そんなにオプションつけなかったらまあ2000万切って手に入れられるので、まあラグジュアリークーペの世界としたらベントレーコンチネンタルとかアストンとか、まあ、その辺と、まあ、あと S クーペとこう比べたくなるような感じの世界観は持ってますね。